筋肉を大きくするために毎日トレーニングを続けてきたんですけど、こう逆に筋肉が大きくならない人、なかなかこう発達しない人、一番の原因は何だと思いますか？原因、まあトレーニングがちゃんとできてないじゃないですか。まあトレーニングできますから、そのいろんな条件あると思うんですけど、はい、その個人の素質とかっていうのは無視して、はい、つきやすいつきにくいっていうのはもちろんそれはあると思うんですけど、はい、そこを言い出したらキリがないんで、はい、とりあえずつきにくい同じ条件の例えば人がいて、はい、この人つくけどこの人つかないってなったら、はい、つかない人っていうのは多分トレーニングがちゃんとできてないですね。でトレーニングがちゃんとできてないっていうのは、はい、トレーニングの方法が間違ってるというよりは、はい、筋肉が、いつも言ってるようにこう筋肉をちゃんと動かしきれてない、追い込みきれてない、はい、から発達しない、はい、ですね。だから種目が何かがおかしいとかじゃなくて、その種目をどうやってやってんのっていう、はい、とこですよ。だからまあちゃんとトレーニングができてなければ、はい、つくわけないんで、はい、なんでまあトレーニングをやってるつもりになってるけど、はい、筋肉にとってはトレーニングになってないみたいな、はいはい、可能性が高いんじゃないかなと思います。いわゆるよくこのチャンネルで話題に上がる健康のための運動、うん、になっちゃってるっていう。まあそうですね、強度が低いっていうのが多分僕のトレーナーとしてやってきた経験の中で一番やっぱりお客さんを見てて感じます。はい、はいはい、ここの筋肉苦手です。はい、でも実際やってみると、まあ、フォーム的なところはもちろんあるんですけど、はい、アプローチの仕方ですね。そのこのトレーニングを手段として、はい、そこの筋肉にどれだけ刺激が与えられるっていうのが大事なんで、はい、だからそれじゃ発達しないよね、うん、いやそれもうちょっとあと2回できるじゃんっていう、うん、ところもありますが、ほとんどがあるというかほとんど、はい、なんでまあなんすかね、しっかり筋肉をオールアウトするっていうのがやっぱりできてない方が圧倒的に多いかなと思います。はい、うん、なのでなんかそこを食事のせいだとか、はい、ね、なんかこうもっと難しいことで考えちゃわずに、はい、ちゃんと筋肉に対してしっかり仕事ができてるかっていう、はい、オールアウトできてるかっていうのが一番大事だと思う。それ単純に言うと、10回できるのに8回でやめちゃうとかそういうところですか？まあそうですね、見てて感覚的に、はい、